英語に親バカという言葉はないんです。Hey guys, it's Chika。皆さんこんにちは、チカです。It's been a while since we we're sitting down here talking one-on-one。On one. 今日は皆さんと子育てについてシェアしたいのですが、英語での子育てと日本語での子育てでどんな違いがあるのか。アメリカと日本の文化とかの違いではなく、単純に言語から生まれる。 違い、私がプリンとクローバーに話す感覚もそうなんですけれど、とプリンが実際発する言葉、英語と日本語で全然違うんですね。それがすごく面白いなと思って、今日はそんなことをいろいろとダラダラと長くシェアしたいと思います。But before we get started, I have a little announcement。始める前にちょっとお知らせがあります。親子で英語を楽しく学べる英単語のマグネットプレイ、去年出版した Our Favorite Word Book がチークグッズになったのです。 しかも10月8日の23時59分で予約終了。詳しくは以前アップした動画でシェアしていますのでそちらにぜひ飛んでいただきたいのですがこれ今プリンもクローバーも結構ハマってくれていて自分がプロデュースしながら言うのもなんですけどおすすめですもしかしたらこちらを見ている方えっもう過ぎてるじゃんと思っている方もいるかもしれないです SorryYou won't be able to get this!?But こちらの絵本の方はもうずっと Amazon とかでゲットできますのでおしゃれで可愛くて実用的で。 おすすす。めで Okay, so back topic。to the topic. 日本語と英語での子育ての違い今娘のプリンが5歳です日本の保育園と英会話スクール半々で行っていてま家ではパパとは日本語私とは英語というようなバイリンガルな生活を送っています日本語と英語を両方同じぐらい話せるんですけれど英語で言うことと日本語で言うことが違うんですよ英語だったらこういう表現するけど日本語だったらしないっていうのが結構いろいろと日常的にあります その違いいいすごい面白いなと思ってまずすごい単純なところでいくとその感情の表し方英語だとよく「I'm a little sad.I'm kind of mad.」みたいなことを言うんですよ「I'm sad.I'm mad.I'm happy. を」を結構ストレートに言うんですねでも多分日本語だと悲しいんだ怒ってるんだ ストレートにあまり言わない気がするんです少なくともプリンは英語では言うけど日本語では言わないんですそういうんか感情を感じてることを出せる言葉なんですよね英語ってそういうのが普通にできる言葉だからそう言われると私も「えな何で?」って聞くので結構すぐコミュニケーションをとるきっかけが増える気がしています What's wrong?Why are you feeling sad?Well my friend at school カンチャラカンチャラカンチャラってもうベラベラ喋るんですけれど、まあ、そういう感情の出し方が一つ大きく違う気がしています。この前この話をお猿さんとしてた時にお猿さんもなんか気づいたことがあってプリンがお猿さんにパパに怒られて。 なんかちょっと悲しくなっちゃったみたいなんですよ。基本的にパパとは日本語で喋ってるんですけれど、<laughs> ところどころ、日本語で表現できないのは英語で補ったりして、パパに怒られて、My heart broken だよって言ったらしいんですよ。日本語で言葉はあったとしても、相手に伝えやすい言葉っていうのが日本語だとなかなかなかったりするのが、普通にパパに、Daddy, you broke my heart! とか、あとはまあ感情にちょっと似ているのですが、愛情表現。英語って I love you っていう言葉を、もう 本当にに頻繁に使うんですよね。すごいカジュアルな使い方もしますし重たい意味合いでも使います、まあ、日本語だと「大好き」と「愛してる」みたいな違いを全部「I love you」で表現するんですね家族にもいますしカップルでもいますしでそのななんか頻度が絶対多いと思うんです子供たちが学校行く時とか、まね、寝る前とかもう一日に何回言ってるかなっていうぐらい「I love you」っていうんですよね「あ h まあまあ「I love you」みたいな結構じっくりめの言い方もあるし Love you, mom! みたいな軽めの言い方があったり、まあ、その度合いもいろいろなんですけれどとにかく「I love you」っていうのをお互いにめちゃくちゃ言います。みたいなその愛情表現のきっかけとして「I love you」って言葉をよく使うので、まあ、それもすごく出しやすくなりますよね。日本語でもちろん「大好き」っていう言葉はあるんですけれど絶対に頻度で言うと英語の「I love you」ほどじゃないと思うんです。だから 私には英語でしゃべるから私には「I love you mom love you」ってよく言うんですけどパパには「大好きだよパパ」っていう頻度絶対少ないと思うんですよポッダディもう一つプリンが最近言ったのが寝る時に背中を買い開えしてほしいってよく言うんですよ「You really like it when I scratch your back ね」ねなんか買い開えされるの好きだねみたいなこと言ったら「Yeah I feel loved」って言ったんですよ「I feel loved」愛されてる気持ちになるまあ日本語ではなかなか言わないですよね う嬉しいとか温かい気持ちになるみたいなことですけれど I feel love! いつの間にかそんなことでそもそもピックアップしてるんだっていうのとそうやって言われるとなんかこっちも何だろうただただカイカイが気持ちいいからやってあげるとかじゃなくてあなんかこれをやってあげることによってそんなに温かい気持ちになるんだっていう発見になってなんかまあより思いを込めてじゃないけど愛おしいというかかわいいなって思いながらねカイカイしてました。でそういういコミュニケーションが 取れるんですよね、英語ってで。少し前にすごく面白いなと思ったのがプリンが何か,なんか塗り絵か,なんか作品を作ったか何かをしたんですよねで。それを私に見せてきて「Look mom!」みたいな「Oh it's so great!」って、ね、反応するじゃないですか。でその後にプリンが「Are you proud of me?」って聞いてきたんです。Are「Are you, Are you proud of me?」って日本語になかなかない表現なんですよ。「Proud」って、まあ、誇りに思う。 私のこと誇りに思ってる。なんかすっごく重たくなりますよね。日本語にすると。頑張ったでしょ？みたいな感じかな。日本語で言うと。Are you proud of me? Yes, of course. I'm so proud of you. You did an excellent job. 私も使います。今までショーツとかリールズでもあげてますが、私忘れ物がすごく多いので、何か忘れないでやった時に。Are you proud of mommy? みたいな普通に親も子供に対して言ったりするんですよね。 で、yeah, mom, good job みたいな褒め合う <laughs> コミュニケーション。<laughs> 英語とかアメリカの文化ってよく褒めるっていうと思うんですけれどそういう表現があることでもう褒める仕組みができてる日本ってなかなか褒める文化がないですよねでそこからちょっと関連してくるのが親バカ日本語でよく使うと思います英語に親バカという言葉はないんです「JustDoesn'Texist」なんか親バカであることが多分当たり前なんですよアメリカとかだと。 なんで子供を褒めるときにエクスキューズがいるのみたいな英語で言うと全然聞いてる側も嫌な感じに聞こえないし言ってる側もなんか恥ずかしいみたいにならないんですよねでも日本語で「うちのプリンすごく頭よくて」みたいなのを言うとこの英語のマインドを持ってるはずの私も日本語で言うとななんんか違ううって思うんですよね。よく言葉で性格が変わると言いますが 性格が変わるというよりも、もう言葉に性格がある入ってるんですよね。もう言葉の中に文化があるから、それを喋る時点でそのフィルターを通っちゃうんですよね。言葉と文化ってもう本当にもう全部つながっているので、結構掘り下げていくとめちゃくちゃ面白い。もう一つ最近気づいた、日本語では言うけど英語では言わない言葉。余計なこと。子供によく言うと思うんですよ。なんでそんな余計なことするのとか。 もう余計なことばっかりしてるんだから余計なこと余計なこと,なこと英語でなんて言うんだろう余計なことって思ったんですよね自分もなんか言いたくなっちゃうんだけれどちょっと客観的に見てみると余計なことから生まれることもたくさんあるしなんかその子供がその瞬間感じたちょっとこれやってみたいとかこれをちょっと見てみたいっていう好奇心があるじゃないですか子供って curiosity ででどううしてもやっちゃうんですよね大人はもうどうなるか分かってるからそれが余計なことって分かるけど子供からすると余計なも何もそれを発見しようとしてる最中なわけで,でそれを自分が学んで発見できる前に大人がまあ止めちゃうっていうのはなんかあんまり良くないかなと思ってで他の言葉遣いがあるんじゃないかなと思うんですよね。余計なことってていう言葉以外に例えば何かしてたら じゃ代わりにこれしてとか ?Can you do this instead? 英語だったら多分 What are you doing? って聞くと思うんですね。What are you doing? 何してんの似たようなニュアンスなんですけれどなんか問いかけになってるからまだなんか子供に答える余地がある理由を説明するチャンスがある What are you doing? っていうような,なんかもうえ何そんな余計なことしてんのっていう表情と思いで言っても一応クエスチョンじゃないですか質問だから 親として思ってることは同じ、やってほしくないって思ってる気持ちは同じなのに、その時に出す言葉が違うから、その後のマインドの育ち方が変わってくるんですよね。It's so interesting.Language is, is fascinating. 言語によって本当にコミュニケーションの方向が全然変わってきますし、言えることが変わるし、 出せるる感情っってていうののが変わってくるのでこの日本語と英語両方でプリンとクローバーと接している中で感じるのはもちろん英語ってすごいツールで将来のためにとかいろんな人と触れ合えるようにっていう理由で多くのママやパパも子供には英語をさせたいって思っていると思うんですけれどなんかそれ以外にそれ以前に自己表現のツールなんですよね。 思われれががちなのののは誰誰かかととるるたためめツツーーールルコミュニケーションを取るためのツールって感じますけれど言葉ってでも自分と自分のコミュニケーションというか自分をより表現するツールでもあるのでそういう意味だと本当にプリンを見てて日本語と英語で言うことが違うっていうのを見てて英語の方がいろいろと表現してるなこんなこと絶対言わないのにっていうのがたくさんあるので英語ってすごい出しやすい思い。 とか気持ち感情を出しやすい言葉なんですよねそういう意味でも子供に英語というツールを与えてあげるのはすごくいいことなんじゃないかなと私はデに子供たちを見てて思います日本語だけだったらこの気持ちって多分伝わらないまま終わってることが結構あったりするので英語があることによって 言いやすくなって、私もそれに反応してあげられて、コミュニケーションを取れるっていう。多分英語だから生まれるコミュニケーションっていうのがものすごく多いと感じるんです。まあ、今、結構ね。お子さんに英語って意識を持たれている。ママやパパたくさんいらっしゃると思います。でもやっぱりね。そのペその思いが強くてやっぱりお坊さんだかすごい。勉強勉強ってなっちゃう。 うると思です。結局日本の教育って、まあ、少しずつは変わってるかもしれないんですけれどなんかみんな勉強勉強で英語が嫌になってになってなんかもうずっと回復できない克服できない課題っていう方がすごく多いじゃないですか。 も小さいうちに何か楽しく触れてあなんか英語って雰囲気的に楽しいとかなんかこれをやってる時はなんかこういう普段表現できない自分がいるとか、まあ、そういう歌でもいいですしなんかそういうのをなんとなくフィーリングで子どもたちも感じてればポジティブな英語ととの付きき合いが、ね、将来的にもででると思うんですよね、まあ、だからやっぱり楽しく学ぶっていうのを忘れずに取り組むことが大事なんじゃないかなと。 個人的には思っています。コロナ禍では結構プリンと家の中でいろんな遊びをしていた動画をたくさんアップしていて、最近旅が始まってから、なかなかあのそういうおうち英語的なのをシェアできてないのですが、今後またちょっとそういうのも久しぶりにやってみたいなと思っています。そしてまた告知しますが、Wordbook! You guys gotta go get it! 詳しく英語に親子で触れていただくために、そういう思いで、 こちら両方とも作らせていただきました。楽しむっていうのは、子供だけじゃないんですよ。親も楽しくないといけないと私は思っています。そういう意味だとやっぱり、もっとママとかがワクワクできるもの、ママとかパパが、あこうやって子供と触れ合うの楽しいって思えるようなものが、もっとあってほしいなと思っています。まあ、そんな中で、 こちらの絵本を作らせていただき、実際ご拝読いただいている皆さんありがとうございます。今、クローバーに結構ドンピシャで、毎日のように私のところに持ってきます。特に動物園のページ。No, he loves the animals. やっぱり動物なんだなと思う。That's his favorite page。こちらのマグネットプレイは10月4日23時59分までなので、本当にそれが終わったら、基本的には買えません。ぜひぜひチェックしてみてください。と川さんのストアで 販売しているのですが、そちらにすっごい詳しく内容とか、中身とか、とか遊び方とか全部書いていますので、とてもシンプルです。めちゃくちゃシンプルなアイディアで使いやすいと思いますので、ぜひ今日は皆さんとこの日本語と英語での子育て、日本語と英語だから違う子供からの表現っていうのをシェアさせていただきました。何かのヒント、インスピレーションになったら嬉しいです。Alright thank watching! for guys, much you so ありがとうございます。さあ、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 たまにはこういう、 喋るだけの動画も見たいと思ったらぜひいいねを押してください。Right guys, thank you so much for watching, and I will see you guys again soon. Bye.